친구.
勝負。どうしてわかる？かけがえのないお方だから。駆け引きに使うことができる。寒き途中に根ざしたる大きの餌さえ際を知りきれ。うん。
子は分かってて。必ず対馬から逃げ出してやる。島を攻めるべきか、僕は分かれたんだろうね。どうやって対馬のことや侍のことをあらかじめ学んだって。来てくださったのですね。子供に食べさせるものは残ってる？米が少しだけある。私が我慢すればこうなりやすいのか。普通は知識それか。勝負しろ。
来い。エンダーとデリアリング。
Perdeu! これからも頼むぞ。
お侍、お頼みしたいことが。お、よし。走れ、かけ。お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがないクス氏で野営の病人を治療したのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、分かった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い始めて治すものです。その話が誠ならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。監視します。
よく駒だから逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクスシのようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはない。いざ勝負。危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者は残らず山にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと。それならばなぜ俺を頼った。お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。ちょっとクスだ、こっちに来てくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ。俺が取ってこよう。
苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば、明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ。息子の命の恩人です。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑に撒かれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。猛虎です。なぜ池のそばに？ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。こちらです。
ハンデはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかし、あなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと、太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。どちらへ行かれるのです？野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが、毒の出所までは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。
侍様。 堺様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。対馬一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。ケンジ、何をしておる？ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米食い魚すべて持ってかれて、もう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、そこの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので、分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ。何か手を考えれば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこか？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに？あなたの仲間だと知られてから、どこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。
お前の策とは奴らを起こせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい逆売りであろうな。この樽もこの野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あし？あなた？お前と俺といつも何かに入る羽目になるな。名屋でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井さん、来ましたよ。おでけん、たるけんだち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バッター、モリーガン。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。なだまた、モルビッニクボッソン。あいた。見ろ。おい、まさかうまくいくとはな。Think what Hanoi? Not the key.信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつが開いた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜け飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。モコに食い物を売ると言って、わらと木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？
うわ、思っていたよりすぐにバレて村の門が捕まって、クヨンを渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。え、いや、いや、間違いだなんて言わないで、役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。モーゴに殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせ。おっと、また余計なことを言ってしまった。では達者で体に火をつけて猛虎火薬に飛び込め。いや、いつか穏やかな旅に出ようかな。変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を、外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴らはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。
za kenecha tulu irje. Bole khamtat yavetskay. Tavan. Bi durvun durin terik husum jilsin. Dakte ki garatir. Tachi o nuki. でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。
侍を越してて。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。これでハヤブサ王も落とす一夜を放てるでしょう。またお越しくださいませ。する。石川先生は。もし太刀のお手入れをいたしませんか。鋭さと切れ味が増しました。鎧を整えてもよろしいでしょうか。助かった。ありがとうございました。もう安全だ。どうぞお受け取りください。
いや、小松だ。ユナとタカがおるはず。どなたかお助けを。ムクロだ。誰が殺した。恐ろしい侍です。奴は重則の死殿一戦について教えろとわめいていました。答えを得られんと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始めるほど異様な雷槌と大風島を襲いけ、雷槌の満ちたる土より稲妻の獣を入れたり、獣さがあらければ悟いて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことはたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて義人対馬第一の早業の武者を頼みて、重則刀を持って余人に遅れを取らず阿弥陀したる秘典を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松川へ誘いたり、砂が捕らえる獣はし獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭と言った。心とばかり重則は試練一戦なりぎりで最後の獣が発るほど雨雲が咲いて空は晴れ、対馬は言葉の中に蹴り、その後重則隠れすぎて居で会う者もまれなり、類いなき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の鎧に刺さる。張りどころを知る弟子のまた獣シーゾケントの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った。女が橋の方へ逃げるとそやつも始末をつけさせば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ。お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。子が安平。聞いたな。成川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡。急いで逃げたのか。ここについて他に知っておるか。幾年も前に成川家に帰っていたことか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよあのような所業を許さぬ。この先敵陣があるようだ。
もうだ。隠れろ。この姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎を。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の飾りと比べたか。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。試合場だ。これを探しておったか。
古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけば。この葉を集めたのか。あれか、白い葉。稲妻で色が抜けたかのようだ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。人のうめき声だ。これ以上は何も知らないな。
やめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。天敵も撃つぞ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。もうやめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から紫電一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。得させるわけにはいかぬ。連れてきた猛虎だ。Thank you.
金が芝居場に違いない。小川は何をしておった？小亀、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。小賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知るのであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだに生きてきた。叔父上に会うことは叶わぬぞ。あのじじから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ試練一線を使うと、お主に誓う。